こんにちは。チャッピーと始める水彩画講座第4回目。今回はこちらの桜に囲まれた山のお寺を描いていきたいと思います。今回の制作のポイントは、タイトルにもありますようにネガティブペインティングです。この言葉を初めて聞かれた方も多いと思います。ネガティブというとネガティブシンキングなんていう言葉があるように、なんだか暗い否定的なイメージに聞こえてしまいますけれども、ここで言うネガティブとは反転した逆のというような意味合いで使われています。具体的にはこちらのイメージを見ていただければわかりやすいと思います。ここに星の図形がありますけれども、これに色を塗っていこうとすると普通はこのように塗りますよね。つまり星そのものに色を塗って表現する。あまりに当然なのであまりこういう言い方はしませんが、これがポジティブペインティングです。そして反対にネガティブというのはこちら。星そのものを塗るのではなくて、星の周りを塗ることによって星を表現しています。つまり図と字が反転した状態になるわけですね。これをネガティブペインティングとかネガティブシェイプなんて呼んだりしています。実はこのネガティブペインティングは水彩画では本当によく使われる手法なんです。それは水彩画の特徴である明るい部分は紙の白さを残して表現するというところにあります。では一体どのようにこのネガティブペインティングを使って描いていくのでしょうか。制作の過程を見ながら解説していきたいと思います。まずはじめはいつものように紙全体に水を塗って湿らせていきます。少し多すぎるようでしたら雑巾などで拭いて、まずは一番明るいピンクから塗っていきましょう。まだこの時点ではね、かなり水が多いので、垂れてきますので、思い切って全体塗っていっていいと思います。少し濃いめのピンク。この辺は水の、ね、量で調整して、少し濃淡をつけていきましょう。手早くね、さっさと塗っていくんですけども、もうこの時点でですね、少し色の変化、明るいくらいを意識して塗っていきます。そしてお寺のお堂ですね、これも一気に塗っていきましょう。今回はかなり逆光になってますので、少し青い色、影の色として青い色を使って塗っていきます。この線描きしたね、シルエットの部分は丁寧にはみ出さないように塗っていきましょう。で、左の光が少し当たっている部分は少し吸い取りつつ、逆に右の方が暗く見えるように明暗の差を少しずつつけていきます。この辺ですね、すでにもうネガティブシェイピング、ネガティブペインティングが始まっているんですけれども、お堂の形はしっかり出ていますけれども、桜の形ですね、これは桜自体はかなり明るく見えます。特にお寺のお堂が色が濃いのでね、桜自体をしっかり浮き上がらせるために、この部分というのは丁寧に塗っていきます。少し赤も加えていきましょう。濃すぎたところはティッシュを丸めて少し吸い取っていきます。手前のお堂に対してはですね、このようにしっかりと色を濃くして浮き上がらせ、逆に桜の方はですね、筆を少し裂けた状態で、ドライブラシのようにですね、裂けた状態の筆を使って形を縁取っていきます。かなり明暗のね、はっきりした状況、写真ですので、これを表現するためには明るいところはしっかり残して、暗いところはまずしっかりと濃くしていくっていう作業を進めていきます。建物のようにね、輪郭線がはっきりしているところは割と描きやすいんですけれども、今回のポイントであるネガティブペインティングですね、これはその際をいかにそのモチーフに合った見せ方、描き方をしていくかで、かなり出来栄えが変わってきますね。桜の場合はですね、かなり複雑な形ですよね。花がわーっとこう広がっていく感じ、それを出すためにはですね、しっかりと際の形を複雑にしていかないといけませんね。遠くの方は割といろんな葉っぱ、桜だけでなくてですね、葉っぱなんかも色が混じっているので、少し緑や茶色なんかも使っていきます。で、一番遠くにある山ですね、これも一回ささっと青い色で塗っていきます。かなり水多めですね、この時もね。
これが湿った状態のままウェットインウェットで少し緑色なんかも重ねていきます。背景はね、本当に薄い淡い調子で作りたいので、後々それほど手を入れていきませんので、できれば今一気に描いてしまいたいですね。少し濃すぎるようでしたらティッシュで拭き取ったりもします。では手前の左側ですね、ここはちょっと拡大して見てみましょうか。このように筆先を使ってですね、細かいタッチを点々点と打っていったり、筆の先を少しばらすような形にしてこのように打っていきます。そうすると桜の持っている花の複雑な形状がうまく表現できますね。建物のように直線的に取るわけではなくて、かなり複雑ですよね。ここは描いていくというより、このように雰囲気をつけていく感じになります。白く残ったところが桜の花ということになりますね。なので意識としては今影の部分、桜の花の隙間から見えている部分を描いている、もしくは背景の緑の部分を描いているという意識で描いていきます。桜そのものの中にも色の濃い場所、明るい場所、いろいろありますね。明るい場所はもうそのまま触らないようにして、桜のへこんでいる奥に引っ込んでいるところですね、こういうところを少し色を濃くして立体感を出していきます。基本的にはウェットインウェットで描いていきますけれども、その形状をはっきり出したいところですね、そういうところは筆を立てて形をくっきり出して描いていきます。色としては奥まった場所ですね、影の部分なんかを描いているんですけれども、気持ちとしては桜の形を意識して描いていってますね。かなり色が濃いところはまた乾いたら少し色を重ねて、色何度か繰り返していきます。桜のような複雑な、ね、形をしているものをこうネガティブペインティングで描いていく場合は、やっぱり筆先の使い方が一番ポイントになりますね。トントントンと、筆を転がしながらですね、回しながら描いていくっていうのも一ついいかもしれません。濃淡をつけるためにティッシュで吸ったり、ウェットインウェットで違う色を重ねていきます。この筆先の、ね、使い方結構いい練習になりますね。大きめの筆を使っていますけども、実際使っている場所っていうのは本当に筆先だけ、画用紙にですね、触れているか触れていないか程度で描いていってます。でまた改めてお堂の方を塗っていきましょう。お堂自体はですね、ほとんどシルエットに近い状態で、細かいところは見えないぐらい逆光の影になっていますね。なのでその分シルエットがはっきり見えますから、中の部分はウェットインウェットでぼんやりさせる、逆にこのシルエット、形の部分ですね、アウトラインの部分は筆をしっかり立てて濃い色でシャキッと描いていく、前回使った肩ぼかしの技法を使って丁寧に描いていきます。よく見るとね、お堂の中にもいろんな柱とかですね、壁のラインみたいなのあるんですけど、今はそんなことあまり気にせずに、暗い塊として捉えていきます。ある程度濃くなってきたら、梁の部分ですとか柱の部分ですね、こういうところも説明していきますけどもね。
感覚としてはですね、レリーフとか彫刻を彫っていくような感じで、手前に膨らんでいるところ、出っ張ってきてほしいところは基本的に色はもう塗りません。どん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 奥まっているところ、へこんでいるところを彫刻刀で彫っていくような気持ちで描いています。少し枝の部分ですね、幹であったり枝の部分を少し描いていきましょう。ここはポイントとしてですね、一気にスーッと長い線を引かずに、このように点線をどんどん描いていくような感じで描いていきましょう。桜がかなりね、花が生い茂っているということもありますので、枝が見えているとしても花と花の、ね、隙間から見えているだけなので、続けて描いてしまうと枝が枯葉のように見えてきてしまいますのでね。最初の1回目は、ね、薄く描いておいて、2回目3回目重ねていくときに濃淡の差を出していくとやりやすいのではないかと思いますね。細い枝だからといってね、細い筆を最初から使うのではなくて、太い幹の部分もありますからね、このようにちょっと太めの筆を使って先を使って描いたり、少し力を入れて太めに使ったりというふうに、太い筆の方がですね、ちょっと難しい感じしますけども、抑揚が出せますので、いろんな表現がですね、一本で出せますね。本当に遠くのね、全てが細く見えているところなんかはこのように細い筆を使っても大丈夫だと思うんですけどね。この時の注意点はやっぱりあまり力を入れすぎないってことですね。紙にこう本当に触れてるか触れてないかぐらいの感じで色をつけていきます。少しお堂の説明もしていきましょう。毎回言いますけどもね、色は必ず乾くと薄くなりますのでね、最初に随分濃く塗ったなと思っても、時間が経つとどうしてもどん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 色が薄く消えていきます。なので濃いところほど3回も4回も塗り重ね、これでもね、かなり1回目も2回目も濃く塗ったつもりだったんですけどもね、それほど濃くなってくれません。ただ急いで塗ってしまって後から濃すぎたっていうこともありますので、ちょっと面倒ですけどもね、最初のうちは何回も重ねるように塗っていった方が間違いがないかと思います。桜を描いているのでね、やっぱり桜そのものにこう色を乗せていきたい気持ちはどうしてもあるんですけども、そこはぐっとこらえて、隙間の部分、ちょっと奥まっている部分、こういうところをしっかり描いていくっていうのがネガティブペインティングのポイントになりますね。これによって描かないで置いておいた桜そのものがぐっと浮き出してより鮮やかに見えてくれますね。なので主役なんでね、描きたいですけどもね、ここは脇役を描くことで主役を引き立てる、そういう感覚で描いていくのがネガティブペインティングのポイントですね。水彩画ではですね、明るい色は載せられませんよね。どんどん濃い色、暗くなっていく一方通行の描き方ですので、どうしても描いていけば描いていくほど濃くなります。なのでこのように背景をどん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 濃くして、そのコントラストでもってより鮮やかに明るい色は表現していくということになりますね。これが反転しているという意味のネガティブになりますね。光を強く強調したければ影をしっかり濃く描く、こういう逆の発想をしないと水彩画はうまく描けていきませんね。
仕上げになってくると本当に細い筆を使って先っちょを尖らせてアウトラインを丁寧に複雑に描いていきます。この時ね、どうしても力が入りすぎて線でこう縁取りをしていくっていう感じになりやすいんですけども、こういう桜とか花ですね、こう植物とかこういう複雑な形状をしているものは常に、陰影にもこう抑揚がありますので、どっちかというとちょん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 とこう筆を転がしながらですね、丁寧にアウトラインも複雑にしていきます。コントラストの強いところはしっかりとアウトラインを決めて肩ぼかしで暗い色をなじませていってください。はい、こんな感じで完成になります。いかがでしたでしょうか。今回は満開の桜に囲まれた寺院お寺のお堂を描いてみました。今回使ったね、このネガティブペインティング、ネガティブシェイピングとも言いますけども、描きたいその主役、明るいものそのものを描いていくのではなくて、周りを縁取る脇役をしっかり描くことで主役を光らせる、生かしていく、こういう描き方はね、本当に水彩画においてですね、よく使う手法です。ぜひ皆さんも練習して使えるようになってみてください。では今回の動画はここまでになります。この水彩画の動画はですね、1回目から順に追って見ていただくと、水彩画の基本的なテクニックがわかるように順序立てて制作しておりますので、まだ前回までの動画をご覧いただいていない方はそちらの方も参考になさってみてください。ではこの動画が参考になりましたら、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。